はい、ギッズです。今回はギンプのレイヤーマスクの使い方の基本と応用を解説します。きっと役に立つと思いますので最後まで見てくださいね。興味を持ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それでは早速始めましょう。今回使う写真素材は概要欄のリンクからダウンロードしてください。メニュー表を作りながらレイヤーマスクの基本を解説します。まずは新しい画像を作成します。ファイル、新しい画像、テンプレートで A4 サイズを選択します。 OK。 メニューをレイアウトします。レイアウトしやすいようにガイド線を引いておきましょう。画像、ガイド、新規ガイド%で、こちらの方向でまずは水平。水平の中心にガイド線を引きたいので、%は 50%、OK。はい。次にもう一度画像、ガイド、新規ガイド%で、今度は垂直を選択して50%の OK。中心にガイド線が引かれますのでレイアウトしやすいです。ではテキストツールを選択してこちらにメニューと文字を入れておきましょう。はい。フォントを選びます。はい。色はゴールドにしておきましょう。移動ツールで移動します。移動ツールでこのメニューという文字を縦のこちらの中心のガイド線の近くにテキストを近づけるとちょうど中心のところでピタッとこういう感じくっつきますのでガイド線があることによって配置しやすいです。メニューというタイトルができました。次にメニューを作りたいので、商品を3つ程度配置したいと思います。あらかじめサンプルの説明文を入れておきましょう。テキストツールを選択して、この説明文を入れたいところのサイズに合わせて、このようにテキストボックスを作ります。この中に文字を入れます。大きさを小さくしてフォントを選んでおきましょう。フォントは普通の文字でいいかな。はい。サイズをちょっと小さめにしておきます。3つ商品を置きたいので今作ったテキストレイヤーを選択した状態で複製しておきます。こちらでレイヤーを複製します。はい。今複製されたレイヤーを選択して移動します。この程度かな。そうですね、このぐらいかな。はい、もう一つ複製します。はい、一番下ののこの程度でしょうかね。はい、配置しておきます。一応これでちょっとガイド線は非表示にしておきましょう。表示、ガイドの表示のチェックを外しておきます。これでガイドは見えなくなります。ここに丸い円の中に写真を入れたいと思いますので、そこを作りたいと思います。では、新しいレイヤーを画像に追加します。はい、OK。新しいレイヤーができました。区形選択ツールを選択して、このような円を作ります。はい。サイズを整えて、この中に描画色の黒をドラッグして色を塗りつぶしておきましょう。はい。選択を解除しておきます。はい。まずはレイアウトだけ作っておいて、この黒丸の中に写真をレイヤーマスクを使って入れ込みます。こちらの今作ったレイヤーを下げて、
はい、こちらでレイヤーを複製して、下の方のこちらのレイヤーを移動させて、はい、この辺りに配置しておきます。もう一度複製して、下の方のレイヤーをこのように配置します。この段階でレイアウトを整えておきましょう。今度は移動ツールのツールオプションの方で、掴んだレイヤーまたはガイドを移動にチェックを入れて、レイアウトを整えていきます。はい。こんな感じでしょうか。とりあえずレイアウトができましたので、この状態でこの黒丸の中にレイヤーマスクを使って写真を入れ込んでいきたいと思います。レイヤーマスクというのは黒色の部分は消えて白色の部分を残すというスタイルですので、その特性を使って入れ込んでいきます。こちらの黒丸の中に配置する写真をGIMPに読み込みます。ダウンロードした素材をファイル、レイヤーとして開く、こちらで選択して、こちらのダウンロードした素材を開きます。はい、開きました。フルーツが乗ったクッキー、こちらをこの黒丸の中に入れ込んでいきたいと思います。左上のこの黒丸の中に、この写真を入れ込みたいと思います。こちらの黒丸のレイヤーを選択して、黒丸の範囲選択をしたいので、こちらの色域を選択ツールを使います。こちらの黒丸をクリックすると、この黒丸を範囲選択してくれます。この状態で、新規フォルダを作ります。新しいレイヤーグループを作成。こちらをクリックしてフォルダを作ります。フォルダの名前を A としておきましょう。A フォルダとして、こちらのフォルダを選択した状態で、今読み込んだフルーツの写真、こちらをこのフォルダーの中に入れておきます。はい。今、こちらのフォルダーの中に写真が入りました。こちらの A フォルダーを選択して、レイヤーマスクを追加します。こちらのレイヤーマスクを追加をクリックして、完全透明黒、こちらにチェックを入れて、マスク判定のチェックは外しておきます。はい、これで追加します。レイヤーマスクが追加されました。描画色を白色にして、この白色の描画色をドラッグして、今範囲選択されている範囲内でドラッグして白色に塗りつぶします。レイヤーマスクの特性上、黒いところは透明にして、白い部分を残すという特性を活かして今やりました。とりあえず範囲選択を解除しておきましょう。選択を解除。はい。こちらのレイヤーマスクというのはこんな状態です。レイヤーマスクを表示。こちらをチェックしてみるとこんな感じですね。背景が黒色で白い円を作りました。レイヤーマスクというのはこの黒い部分を見えなくして白い部分を残すという形になります。レイヤーマスクの表示を非表示にすると、このように写真のみが表示されるようになります。今、レイヤーマスクでフォルダーを作りましたが、なぜフォルダーを作ってその中に写真を入れたかって言いますと、こうすることによってフルーツが乗ったクッキーがずれてますよね。フォルダーの中に入っているこちらの写真を選択して、移動ツールでこちらのツールオプションではアクティブレイヤーを移動、こちらにチェックを入れた状態で写真を動かすと、このようにレイヤーマスク内の写真を移動することができます。こうするとすごく簡単です。はい。サイズが大きいので小さくしましょう。このままの状態で拡大縮小ツールを選択して縦横比を維持、こちらにチェックを入れた状態でちょっと小さくします。はい、このぐらいかな。このぐらいでいいかもしれないですね。エンターキーを押します。はい、移動ツールで
どうでしょう。いい感じですね。こうすることによって、フォルダー内に入っている写真を、このレイヤーマスクで表示させることができるので、すごく便利です。この方法を使って、一度ちょっとこちらのですね、フォルダー内は閉じといて、レイヤーマスクにしたフォルダーを複製します。レイヤーを複製。はい。今複製されました。複製されたレイヤーを下の方に持っていきましょう。A フォルダーをコピーってなってるので、今度はこれを B にしておきましょう。はい。B フォルダーにします。はい。こちらの B フォルダーの写真の方を選択した状態で、今作ったこちらの写真を次のこの黒丸の上に持ってきます。はい。ここでは違う商品になるので、今 B フォルダーのこちらのチェックを外して写真を選択します。この状態で移動させて違う商品をですね、そのまま、はい。次はこの商品かなということですね。はい。これで二つ目の写真ができました。はい。同じ要領で、また、では今度はこちらの B のフォルダーを選択した状態で複製します。はい。もう一つ複製されました。下に持ってきて A、B、C だから B のコピーを C にしておきましょう。はい。C にしましたですね。はい。これを移動して、左下の方の黒丸の上に乗せます。こちらもフォルダーを開いて、こちらの写真を選択して、違う商品を移動させて、表示させます。簡単に写真の位置を移動させることができて、商品を簡単に変えることができます。このような作業がしやすくできるので、レイヤーマスクはフォルダーを作って、フォルダーの中に写真を入れて、フォルダーにレイヤーマスクをかけて、フォルダー内の写真を拡大縮小したり、写真を移動させたりするのが非常に便利ですので、この方法も使ってみてください。先ほどの黒丸はもう必要ないので、非表示にしておきましょう。できました。いかがでしょうか？レイヤーマスクを使うことによって、簡単におしゃれなメニュー表ができました。これを基本にいろいろと応用をしてみてください。次にこちらの女性の写真をレイヤーマスクを使ってやっていきましょう。こちらの女性を切り抜きたいと思います。GIMPで一番便利なのがこちらの前景抽出選択ツールです。こちらを選択して、まず人物の周りを若干離れたところをこのように線を引く形で囲んでいきます。なるべく近くを範囲選択した方が仕上がりも綺麗だと思います。このぐらいですね。はい。最後のところに来たらエンターキーを押して確定します。そうすると今囲んだ外側の部分が青色になります。次にこのまま何もクリックせずに人物の内側の方をまた少々内側の方を間隔を空けてなぞっていきます。はい、こんな感じですね。はい。なぞりました。今、このなぞったのは、白いラインの部分と、この青い部分の間の部分の境界線を自動で感知して範囲選択してくれます。この状態で、マスクのプレビューをしてみましょう。はい。今、綺麗に範囲選択されています。拡大すると、綺麗にできてない部分もありますが、この状態で、修正することもできますが、ここではやりません。このまま選択をクリックします。はい。すると範囲選択されます。はい。範囲選択されました。このままマスクをかけて進める形でもいいんですが、先ほどと同じようにフォルダーを使ってフォルダーにマスクをつけます。まず新
しいフォルダを作ります。この中に今こちらの女性の写真を入れます。はい。フォルダの方を選択してレイヤーマスクを作ります。こちらで追加します。完全透明黒、こちらにチェックを入れて追加します。はい。完全に女性が消えました。レイヤーマスクの特性上、黒い部分は透明になります。女性の部分を残したいので、今範囲選択された部分を白色に塗りつぶせば女性が現れるはずです。描画色を白色にして、ドラッグして、この範囲選択内を白色で塗りつぶしてみましょう。はい。白い部分は表示されるので、このように女性が切り抜かれました。一度範囲選択は解除しておきましょう。はい。なぜここでフォルダーにレイヤーマスクを追加したかというと、ではちょっと拡大してみましょうかね。拡大ツールで、ズームで、このあたりを拡大してみましょう。はい。この耳のあたりが若干綺麗に切れてない部分があります。この状態でこのレイヤーマスクですね。レイヤーマスクの方を選択して若干切れが悪いところは消さないといけないので消すということは黒色でレイヤーマスクを塗れば消えるということです。なので描画色を黒色にしてブラシツールを使ってブラシの種類はこちらの縁ボケを選んで、散布とかはなしですね。ベーシックダイナミックでいいか。はい。サイズをちょっと小さめにして、で、ここの部分を、こう、ブラシで擦ると、はい。このように消えます。ね、このように、レイヤーマスクをここで触ることができます。このあたりも少し消しておきましょうかね。はい。こんな感じですね。あとは綺麗に結構切れてるんですね。この辺りも切れが悪いので、こんな感じですね。はい。ちょっと切れすぎたってなった時には、ショートカットの X か、こちら切り替えるですね。ショートカットの X でこう切り替えることができますので、白にすると、こう、背景をですね、こう出すことができますので、はい、X キー、またこう切り替えて、またここをですね、いらないところは消すという作業ができます。このあたりはいらないので、こういうふうにですね、消してもいいですよね。はい。フォルダーを使って、フォルダーの中に写真を入れて、フォルダー自体にレイヤーマスクをつけることによって、後で細かく調整することができますので、すごく便利です。今回は、レイヤーマスクを使うときに、フォルダーを使って、フォルダーの中に写真を入れ込んで、フォルダー自体にレイヤーマスクをかける処理方法を解説しました。これを覚えていると、いろいろなことに応用できますので、非常に役に立つと思います。いかがだったでしょうか？参考になりましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、また！